ここはファールになりました対阿部。しかしこのリスタートちょっと進んで重なってしまいましたが、長澤石川からのボールパーに出た。さあシュートが来た。菊池俊介、追加点が入りました。湘南ベルマーレ中側に置くと、まあ、ディフェンスにタックル入られてますし、外側だと角度なくなるんで、もうあそこのポイントしかなかったですね。でもしっかりあそこに置けたっていうのは良かったですね。このゴールに繋がりましたね、はい。